多くのお客様でにぎわう百貨店高島屋、そのオフィス業務を支えているパナソニックネットソリューションズが構築したワークフローシステムをご紹介いたします。株式会社高島屋の創業は、京都で古着木綿商を始めた1831年まで遡ります。そして今では国内19店舗、海外3店舗を展開する日本有数の百貨店です。この高島屋で扱われる出張旅費や経費の伝票は月に数万枚。これらの処理の効率化にパナソニックネットソリューションズのワークフローシステムメジャーフローが貢献してきました。そして2010年、基幹システム刷新時にもワークフローが鍵となりました。複雑な伝票入力、周辺システムとのデータ連携を進化したワークフローシステムが解決。利用者に新たな負担を強いることなく基幹システムを刷新できたのです。そのワークフローシステムが T フローです。この T フローで重視したことは、全ての従業員が一気通貫で処理できるという点です。 T フローには出張旅費や購買申請などのメニューがあり、経費の利用者自身が電子申請を行います。分かりやすい画面とチェック機能で入力ミスもありません。上司は申請を T フローで確認し電子承認、財務部は商標台紙にあるバーコードですぐに呼び出し承認ができます。こうして承認されたデータは他の業務システムに自動連携されます。これだけの規模にもかかわらず、システムは検討からわずか1年半で本稼働を迎えました。 T フローを導入したことにより入力承認が効率的になり、大きな業務改善につながりました。他にもこれらのメリットが実現できたといいます。この仕組みは T フローなしでは成り立ちません。難しい取り組みを一緒に乗り切っていただいて感謝しています。商標を含む完全な電子化や子会社の展開などに取り組んでいきたいと考えています。お客様に新しい価値の提供を続ける高島屋、その取り組みが円滑に進むように、私たちはこれからも高島屋の業務を IT 面でしっかりと支えてまいります。Panasonic